ハレルあれいらんなっ,っだそうだしうだタイトルが思い出せないわあの派手ィの考察機 y o よくしゃべる脚本のやつうわんだっけな <noise> 無限まやかした 大島康幸です寺野稲人です無業務まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクションすなわちまやかしを抜けに無さまり続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございますとか言ってる場合じゃない場合じゃない何やってんだよ何やってんだよ,んだよおいそんなことのために栗を裏切ったのかいや本当だよ何だったんだよ今まで,でちょっとビバン第七話を見終わって三十秒後に撮り始めていますけれども、はい マジで誰も予想してなかったですね。めちゃくちゃびっくりしちゃったもん、俺。いや、すごかったな。ちょっと、え、のぎ、え、ちょっと待って、え、乃木は、<laughs> ちょっと待って。<laughs> <laughs> 俺、普通にちゃんと声出しちゃったもん。えーっと声出した。<laughs> 声出して、なんか、ひ膝立ちしてましたよ。そうそう、そうまず、まずこう前のめりで食い入るように見てたんだけど、こっち見てたみたいになってましたよ。え膝立ちしちゃった。サッカーのトーナメント、ワールドカップこう見てるみたいになってましたけど、いや、一瞬何が起きたか分かんないように見せていて、でも絵作りがしっかりしてるから、めっちゃ分かるっていう。うわちょっと。 っとね裏切りなのか、そもそもそういうつもりだったのか、わかんないけど、別班がだから、クロスと乃木以外死んじゃったわけでしょあれは死んだってことでいいのかな多分。 微、微妙よでも、野崎とチンギスが来て、うん、何があったんだみたいな、なってる時に、もう、中語とかはしてなかったから、死体になってたように見えましたけどね。そうかもしれない。いや、だから前回のさ、第6話の後に、よっしゃ別班大集合こっから頑張るぞみたいな、うん、別班編突入とか思ってたら、一、うん、回で死ぬメンバーだったんかい <laughs> みたいな。よかったよ、今回。結構キャラ立ってましたよ、み,たみんな。別班のメンバーも。うわぁ。 いやー、ニノが一番びっくりしてたけどな。え、え、っていうか、<laughs> 逆にニノ今までずーっと表情変わってなかったのに、初めて感情出したのはあそこって。ね、動揺してましたし、いやー、ニノが裏切るとかかなってやっぱ、やっぱみんな予想してましたけど、 ニノが一番うろたいてたけど、でも、な、なんなんお前、みたいな。うん。<laughs> お前、で、なんなんみたいな。<laughs> <laughs> 頭、ち側もめかとか言っちゃってるし <laughs>。いや、でもお父さんに会いたくて、みたいな。でも確かにそうだもんね。うん、ああ、いや、ほんとそう。今までも確かに、その、ノゴンベキを倒そうとしてるとは、別に、ノギ自身は言ってなかったし、うん。会いに行くなら、それは殺すときだって言ってたのは F だもんね。そう。だから、ノギの動機としては、 え、ちょっと待ってよ。俺らはびっくりしたけど、あれ実は一貫してるみたいな。あとね、ゆずきさんが聞いてんだと思う。うん、あれどう、どうでしたあのシーン。俺はもうただただ幸せな気持ちになっちゃったんだけど。そうあれでさ、はい、あのー、今回すっごい丁寧だったじゃん。めっちゃ丁寧だった。うん。もう、うあの、月9だった。いや月9は <laughs> そこまで丁寧にやんないでしょ。カ <laughs>、カジュウかな もはやね、あの、ほぼ何もしてないのにめちゃくちゃエロかったよ、なんなら。そうですね。でも、エロいっていう言葉にくくると嫌なんだけど、なんであれ、あんな丁寧にしちゃった、しちゃったっていうか。奥ゆかしかったよ。そう。桜のね、下を歩いて。そう。会話が奥ゆかしかったんですよね、全体的に。そう。で、その後のさ、あの、ご飯作ってさ、目玉焼き、そのね、食器洗って、 でも、すごいぎこちないキスをしてさ。ぎこちなかったね。翌朝までやるじゃん。うん、あれもよかったんだけど、俺ね、あの、なんか、結局、はい。あそこは、野木祐介という人間が、うん、こう、愛情っていうものを、そう。 か、ちゃんと理解したっていうところが。あんま喋れてないですね。動揺してあんま喋る。動揺するよ。いや、なんかもう、これ、いや、だってさ、全部ひっくり返ったから、いや、ほんとそう。ほんとに全部ちゃんとひっくり返ったよ。ほんとそう。で、ひっくり返ったからこそ、一つ一つ丁寧にこう、あの、噛みしめたい。噛みしめたいし、うん、あと、一つ一つの描写とかの解釈を、うん、これ180度展開させないと、はい、あの、 正しく理解できないかもと思ったの。いや、そうですね。これはね、単なる超展開ではないよ。ではない。あの、今まで、超展開じゃない、正直。そう、ないのよ。うん、だから、その、なぜ超展開じゃないのかっていうことを紐解くには、うん、今までなんとなくで見、見逃してたシーンとか、うん、別の意味で捉えてたシーンが、うん。実はこうだったんじゃないかっていうところだと思ってて。なるほど。俺、その、要は、野木さんとゆずきさんのシーンは、 独立してたり、独立してる感じがしたの。前回なんか特にそうだったじゃん。前回はもうあの、いやあれ、もうなんなら藤子ちゃんにも見える。見える。ゆずきさん。僕みね、藤子って言ってました。俺もそんな匂いすらするって思ったけど、俺は、あのシーは、こう、決別だと思ったの、あの時点では。そういう、フラグというかね。そう、あと、大事な人がせっかくできたけど、本当に任務のために、 そういう存在を捨てていくっていうシーンだっていうふうに、俺は噛んだのよ。今回ね。途中までは。はい。でも最後になってさ、よくよく考えるとそのの木の最後の一歩を踏み出させたのはあれだったんじゃないのって思った。 ああ、そうも捉えられますね。で、それはどういうことかっていうと、乃木という人は人生において、だからやっぱね、初めてですっていうのを聞いてると思うのよ。ファーストキスっていうね。あの、結局、愛というものを、知らないも、悲しきモンスターだって話はしてたじゃん。でもさ、知らないって。我々がね、勝手に。で我々勝手に言ってるけど、でも、知らないっていう人が、えお父さんお母さん、亡きお父さんお母さんへの、思いを、 突き詰めちゃったっていうのは、うん、好奇心以外ではないのよ。うん、ってなると、うん、結構の木が最コになっちゃうのよ。うん、愛を知らない。だからどうしても愛を知りたいんだって言って、はい、興味だけで、あの、味方を殺して裏切ってっていうのって、相当やばいし、結構超展開なのよ。そうね。あと、超最高だとしたらね。なんだけど、うん、俺、ゆずきさんとのことで、 愛ってこういうことなんだって、知っちゃったってことだと思うのよ。うんうん、確かに。あ、そうですね。うん、だからこそ、うん、そのバルカに行った上での、うん、現地での別班の任務自体は、うん、まあ粛々と遂行していく中で、うん、普通にもうその通りにテントを壊滅作戦の方に、大きな矢印は乃木の体としては向かってたわけだけど、うん、その心の根っこの部分で、うん、愛ってこれじゃん。 ってなっちゃって、それはゆずきさんが教えてくれた、で、ジャミーンでさらにこう確信をした、そのジャミーンとのハグのスローのところで、愛ってこれやんみたいになっちゃって、え、ってことは、お父さんへの気持ちも愛みたいになって、その、現地での行動が最終的に一個裏返ったみたいな。っていうふうに解釈した。で、そうですよね。といこと言いたいですよね。しかも、その愛なんじゃないかっていうのなんだけど、それへの、 憧れというか、うん、それを渇望してしまったってことだと思う。それは単純なお父さんに会いたいとかは、正直ね、興味なのよ。インタラスティングというか、それで言ったら、あんなことしたら結構やばいやつなんだけど、うん、その、愛というものの素晴らしさを知ってしまったからこそ、なるほどそれが欲しい。 なるほど。っていう。興味というか、そう。もう欲というか、そ,うそっちだから、はいはい、衝動というかね。うん、そう。だから、なんていうのかな、なんか、うん、そ、そっち、うん。になった、じゃないと、俺ね、乃木だったらね、うん。もっとね、周到にやると思う。急にあそこでやるんじゃなくて、そう。確かにな。だから、結局、あれ時系列も結構ちゃんと知ってて、うん,うん。 やっぱりあれ、行く直前じゃん。うん、飛行機で飛び立つ直前だから、うん、その前に作戦はできてたはずなんだよね。で、その間に、乃木の明確な心境の変化があって、うん、はいはいはい。ああなったんじゃないかなって思うのよ。はい,はいはいはい。だからその、ゆずきさんとの、ラブが、今まで僕らは結構もどかしかったじゃないですか。でも、 ここに置く意味はめっちゃあるってことですね。めちゃくちゃあったし、うん、直前であることに意味があるってこと、ね。で、まさか、独立したもので、乃、うん、木さんを、あの、こう。 浮かび上がらせるためのものだと思ってたら、うん、実はテントの話と実技だったっていうのが、俺は、うん、じゃないかなって思ってる。そうね。あの、ちょっとね、その、野木さんの。ま、今後どうなるかわかんないけれども、とりあえず、こう、7話単体で見た時のまとまりとしてはそう読めますよね。うんうん、俺はそう読んだけどね。うん、だから、野木及び F の話なんだよな、うん、結局。そう。やっぱり、 その、乃自身は最初からお父さんの写真を見てて、うん、その、優秀な人なのにタクシーに巻かれちゃうぐらいの人なわけじゃないですか。うん、だか最初からもうずっと写真なんか見てるからっていうふうに F に怒られてるわけじゃないですか。で、F はお前が会いに行ったらそれは殺す時だぞっていう人なわけですよね。だから、ゆうすけも F も言ってることもやってることもあんま変わってないんですよね、最初からね。そう、変わってないし、うん、で、その上で、なんか変な、変な対比だけど、うんうん、俺の、 発信機と一緒に、ジャミーンとゆずきさんが、あの写真を置いていったの、あれそういうことなんじゃないかと思って。あ,あれそこはどういう意味ですか俺は、うん、あの、どっちの愛を取ったかってことだと思った。なるほど。結局、うん、ジャミーンとゆずきさんよりも、父親を選んだっていう。うんうん、そういうことか。まあ単純な、例えば三角関係者だったら分かりやすいのでこういうのって。 男 A を取るか男 B を取るかで、私は幼馴染よりも突然の転校生のイケメンを取るだったら分かりやすいんだけど、いかんせん天秤が、その自分の命を救ってくれた女の子と、命を救った上で自分にも好意を抱いてくれて自分も好意を抱いている女の人。っていうのと、お父さんっていう、この愛、これは恋愛、多分、ゆずきさんに対しては恋愛が、 濃いと思う。はい、で、お父さんはその、あの、親子愛とかが大きいと思うんだけど、はい、でも、これを一回取っ払って、うん、愛っていう言葉だけにした時に天秤にかけたんだよ。はい、なるほど。その天秤にかけた上で、乃木は、ゆずきさんとジャミーンを切って、うんはい、お父さんの方の愛を取ったってことの示唆なんじゃないかなと思った。ああ、でもそうですね。うん。置いてくって、やっぱ意味あるもんな、うん、そのぐらいそ。そう。で、俺は置いてくっていう決断は、うん 俺は愛よりも仕事を取る。うん、愛よりも日本国を守ることを取るっていう表現だと思ってたの。うん、あの、ね、ジャミーンを抱きしめた時にスローモーションになったり、うん、で、と、あのー、ね、ご飯をよさってあげるじゃない,はい、はい、朝に。はいはい、あの時のあの表情。うん あれっていうのは。ご飯もいっぱい出てきましたね。ね、ご飯もいっぱい出てきたらいいご飯だった。シャーマルさんとかで喋る。そうそうそう、もう細かいとか、そう、後にしてさ。赤飯、そうそうありましたけども。って思ったんだけど、だから俺はそういう気持ちで見てたの。うん。彼、あの、でもそれってさ、日本にいる間をね。そう、でもそれってさ、 ベタだし、すごく王道のストーリーじゃん。うん、だし、それだと、うん、その、ゆずきさんが、結局、めっちゃ強いさ、うん、主体的なさ、うん、アグレッシブな女子として描かれてるのにさ、うん、結局じゃあ、ゆずきさんがあそこで寂しがってたのとかって、うん、仕事と私どっちが大事なの的なことになっちゃいますやんっていう気もしたんですよね。あそこまではね。あそこまでは。しかし、そういう二択ではなかった。そういう二択じゃないのよ。仕事じゃなかった。そう。ある愛と愛の話。うん。 だからまあしすっごいチープな例えすると、うん、あの、僕、この人と結婚したいですみたいに言ったら、お父さんからダメだ絶対に許さんって言われて、うん、で、ごめんって言って、うん、その、その、婚約した人を切るみたいな。<laughs> そんなダメそんことじゃない。ダメじゃないんだよ。全然, <laughs> 全然うまくないし、違うと思う。<laughs> <laughs> で、僕が思ったのは、やっぱり野木もその別班としての任務意識も別にゼロになったわけじゃない,い。もちろんそうだと思う。っていうのは、その彼には彼なりの、そのもう軍事訓練者としての人生の方がさ、ある。普通の人間の人生より長いわけじゃん、うん、彼って。もうよっぽど。うんうん、記憶ない時期もめっちゃ長いから。うん、で、そんな彼からすると、やっぱり自分の父親で、 自分の、なんかこういう思想に繋がってくるような人っていう意味で言うと、父親のことを全く知らないつもりでもないわけだと思うんですよ。うん、で、それがテロを起こしてるって、やっぱり信じられないと思うんですよ。うん、だから、ただ会いに行くっていうために仲間を殺すっていう、すごいカラッとしたことじゃなくて、うん、え、納得いかないから会いに行かないと気が済まないみたいな、その、任務としての探求心みたいなのも、そのプライベートの家族愛と親への愛と、なんかね、微妙にね、 混ざってると思うんですよね。なるほどね。そう。だからね、これが完全な悪人だったら、会いに行ってない可能性もむしろあると思うんですよね。何なのか、父さんにとりあえず話を聞きていんだっていう欲だと思うんですよね。いや、でも結構複雑になってきたな、うん、いや、なんかうそう。だから感情はね、<れ>何通りにも読めると思いますよそのさ、うん、あの、こう、マシンみたいな時期が長いってことじゃん。そうねそ。まあ、あの、その、軍、軍 人とかか自分のなんか心とかやりたいこととか愛とかが分からんから、うん、とりあえずやれって言われて、その、うまくできることをやるっていう時期ですでもよ、うん、それの動機が、えっと、愛国心だっていうのは前回明言されてたじゃん。そもそも前回 F との会話でね。うん、そ,うそうそうそう。で、その時にさ、うん、えっと、あの、サムに憧れたんだと。はい、サムが。はい、サムは家族を守る。うん、家族への愛。はい のためにに俺は軍隊入る911の時にサムが言ってるのに憧れたという。で、それが憧れたけど、自分にはそれがわからないから、日本国への愛、愛国心っていうのに置き換えたんだ。っていうことは、家族愛と日本国への愛が、同じわけでしょ。入れ替わってるけど、同じわけじゃん。 入れ替わってるだけで。うん、置き換えた、はい。置き換えだから、つまりだよ。うん、えっと、その、軍人としてこう、あの、育ってきた、機関っていうのは、うん、その動機は、愛国心でしょ、うん、でも、その愛国心っていう動機の、発端は家族愛でしょ、うん、今回、家族愛に移ったってことじゃん。うん、だから、愛国心で動いてた時と、うん、今回の行動動機は、意外と繋がってると思ったの。 そうで思うそう思うだからすげえうまいなって思っただからあのえっとあれですよねその施設に帰ってきた時にその NHK のドキュメンタリーみたいなやつを見ててはっと思い出して島根に行ってっていうところから彼の人生がもう一方向にずっと動いてるっていうことだと思うんですよねプロットとしてはすごい筋が通ってたんだんかすごいこうちょっと乱暴な言い方するとえっと 愛国心のために、うん、あの、全部行動してたでしょ、うん、でもその愛国心は、家族愛の置き換えじゃん。はい。つまり、えっと、それを家族愛に置き換えた場合、うん、彼の行動っていうのは、その、家族愛がベースで動いてるっていう行動になると、うん、あの、今回のにもちゃんとつながるというか。そうだと思う。だから、うんあ、くしくもなんだよ。くしくも、 日本国を守るための行動っていうのが、うん、くしくも最終的に、うん、えっと、のごうんべきという、うん、父親にたどり着いて、殺す、うん、っていうことに繋がる。うんうん、愛国心の、愛国心を動機にして、別班で、父親に会って殺す。はい、でもそれが家族愛にスッと入れ替わると、うん、家族愛のために別班に入って、父親に会って、うん 会いたい、うん、っていうので。なるほど。本当地続き。なるほど。愛国心っていうもののまんまだと、うんうん、最後の帰結は殺すになるけど。そう,そうそうそう。そこを、もともと入れ替える前の状態の家族愛に戻すと、 会いたいになっちゃう。会いたいになっちゃう最後の聞き方がだから、ガチャの結果が殺すになるか会いたいになるかが、そのインプットの部分が愛国心か家族愛かで変わるってことですよね。で、その最後の最後、あそこまで行った上でどうするかまでの最後の最後の部分以外は、のぎの中に今あるのが愛国心なのか家族愛なのかって外から見たら全くわかんない。かんないだからああいうことになっちゃうってことですよね。ああいうことになっちゃうこと結構ね、こうやって喋ってるとなんかしっくりくるんだよ そうだからしっくりくんのよ。<laughs> これね、めちゃくちゃ複雑なことしてるけど、<laughs> うん、やっぱね、しっくりくんのよ。見たとき、びっくりしたけど、うん、あの、嫌な気分しなかったの。まあね。なんかいやび、びっくりしたし、動揺もしたんだけど、うん、なんか、あの、よくあるその、次の輪で全部説明するから、とりあえずここは衝撃的ですっていうようなやつじゃなくて。クリフハンガーのためのクリフハンガー。なんとなく納得があったのよ。いや、そうなんですよ。うん、だから僕もね、思ったのは、1個目の感想としては、うん 別班のメンバーかわいそうですよね。だけど、まあ、それはあくまで個人的なね、ドラマ内の一人一人の話。で、もう一つの感情としては、いや、他にやり方あったろうよっていう、あそう、そそうう感情で、別に、やるなよとは思わなかったんですよね。そうそうそう。あと、やりかねないとも思ってたそれはそれはね、予想してたとかじゃないのとかじゃなくて、匂いとしてね。そうそうそう。ああま やるかみたいな。なんかね、びっくりしてる自分と納得してる自分がね、うん、同時にね、やっぱね、ゆうすけと F みたいに心の中に。あえ、うんえー、びっくりしてる場合じゃないだろみたいな。<笑><笑>そんなこと初めから分かっただろう。分かんないよみたいな,のの、ね <laughs> なね。のぎ木とね。やってる感じで。なんかね、の木 がね、一番ね、まともな人に見えてきたって言うとちょっと語弊あるけど。ああでも言わんとすることはわかりますよね。うん。だって、別班の行動って、だいぶずっとやばいもん。そう。別班の他のね、任務に忠実なメンバーとか、あとね、やっぱね、木村美子さんが一番怖い。めっちゃ怖い。おかしいって。おかしいって。女堂々としてんの。そうそうそう。うん。だからね、その葛藤があって当たり前だと思うし、うん。その結果、暴発しちゃって、仲間を殺しちゃったわけだけど、え、そもそもだって、 で敵を殺す任務だったわけでしょっていう話なので、うん、なんかね、うん、皆さんも納得いかなければ家族と喋ってみるといいと思います <laughs> そうねだから <laughs> だってさなんかこれこれは印象ベースの嫌な例えなんだけど別犯の他の人たちってこう、うん 人格みたいなの剥ぎ取られた感じするじゃん。そうね。プロフェッショナルで、結構ロボコップっぽかった。そうそうそう。だからなんかロミネーターとかね。そうそうそう。で、殺人マシン感あったじゃん。うん。かっこいいんだけどね。そう、かっこいいんだけどね。いや、だから別に殺されても何も思わないとは思わないけど。わかるわかる。なんかこう、人間が殺されちゃったっていう悲しみとは違う感じがあったの。わかるわかる。なんかで、スターウォーズで言うと、そのトゥルーパーとかの。あ、そう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 。みたいな感じだよね。そうそうそう。で、さらに言うと、今まで、不思議な話なんだけど、はい。 パンってててさヒールとしても描かれてたじゃんそうね、ダークヒーローの集団っていうイメージがあった、全然。だから、あの、見方変えると、うん、なんか、えっと、ヒールの中にいた、のぎっていうダークヒーローが、ヒールを殺したと言えるややこしい。ややこしいでしょでも、なんか、<laughs> やこしいそう、印象としての、なんかその、<ー>こう、あのかん時の感覚を紐解いていくと、単純にのぎが、 あのえ一般人を殺すなんてって思わないじゃん。うん、思わない。うん、そうなのよ。そう、なんか、あの、鳴らす者を、うん、殺したっていう,うだから、スーサイドスクワットがさ、仲間で殺し合っても、あんまびっくりしない、ね、<laughs> あそ,うそ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 う。それに近いかもし <laughs> れない。確かにね、しかも、なキャラ。 立ってて、可愛らしいから、悲しくなったりするんだけど、今回人格剥ぎ取られたやつ。そうね、軽く勤めてる会社は教えてくれたけどね、最初に。だから、それはね、キャラが描かれてないって意味じゃなくて、別班って、そういうやつらの集団なんだって。それも、なんか、作り手側の、温情措置だと思います。僕らに対しての、その別班のチームが、例えば、じゃ、四話とかに大集結して。みんなで動いてるっていうのが、まあ、公安の人たちに、僕らはもう、結構愛着あるじゃないですか。流星亮さんとかも、それぞれの人、結構。 覚えちゃってきてるけど、るるベッパーもそういう風にしちゃってた場合、7話が辛いから、だから6話の最後に集結して、7話で死んじゃうっていう本当、うん、丸々1話分の登場にして、あんまり感情移入させないように設計してるとも思った。あとあのそういうことやりたいわけじゃないですっていうのもあるけど、うん、確確そのえっとベ、えっと、なんか仲間、うん、信頼してる仲間とかいう。うんうん 描かれ方もしてなくないペッパーの人だから、仲間っていうね、ものに対する感覚がね、うん、日曜劇場史上ね、うん、ここ10年で最高レベルくらいにね、気迫なんですよ。気迫、気迫。仲間って何って感じなんですよね。だから結局自分しか信じてないもんね、みんなね。で、めちゃくちゃさ、合理的じゃん。うん、えっと、いや、息子を生かす、任務に生かせるのはまずいと思いますって。うん 結構な無表情って言った後に、確かに。いや、えっと、そっちの方の利があるから行かせますって言って、うん、緑子さんに言われて。うん。 了解です。怖いのよ。そう。だから、もう、とにかく理。理だけで動いてる集団である時短、時短ね。そうそうそう。だって、その、それに対してさ、公安ではさ、流星涼くんがさ、乃木別班ですよ、みたいなさ、勝手なこと言ったりとかするわけじゃん。別班じゃないと思う、とか。バ結構無駄な時間ある。公安でさえ無駄な時間。ででもそれがさ、いいじゃない対比よかった対比なんだよ、やっぱ。公安って忍者っぽいんだなって初めて思う。そうそうそう、公安。映画とかドラマ 初めてなのに <laughs> 公安でも可愛く見えるからッ <laughs> <だ>パンのドライさよ。<laughs> <laughs> わかるわーいやーちょっとこんな話をまだ語り足りないです、ね、はいあと2個ぐらい語ろうかなと思いますので,です、ねはい、ちょっと物足りない方はさかのぼってね、うん、僕らがもっと和気あいあいと別班について喋ってるところとかを聞いてもらえれば <laughs> はい、はい、ちょっと心は安らかになるのかなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします僕は毎回 YouTube と Podcast で配信しております「v i v の考察、えー、に関しては YouTube の再生リストにまとめておりますので最初から一気に聞いていただくのがおすすめでございます、うん、以上大島聡輝でした高野美奈津でした ありがとうございました。